寝そうになってマスクしてもう一枚取らせていきます、はい、あの絶対いいことが起きますから、だからぜひ作ってくれ。ホッケー場は悩みましたけど、でもやっぱりね、アルゼンチンが国としてホッケー場が欲しいと言ってるならやるしかないなと、やろうと決めまして、で作らせていただいて、ありがとうございます。いや逆です、逆です、来ていただいてありがとうございます、ね、いや本当にもうコロナなんかなければね、境町2万5000人で今あの大歓迎するんだけど本当はもう大歓迎するとこなんですけど、申し訳ない逆にっていうね。いや2個ぐらいで全然大したことないです。そうですね。一応ね。てしまいまして。来てくれたいですね。いやもうね、こっちが早くコロナが落ち着いてさ、ね、できるんで、とにかく東京オリンピックがね、はい、やっぱりやってもらう。はい。すいません、取らせていただきます。このまだ。お披露目も何もやってないホッケー場だったんでありますけれども、できることはですね、しっかり、サポートをしていきたいと思ってますし、1ヶ月あるということでありますので、ぜひですね、ここで頑張っていただきたいなというふうに思っています。合宿自体実施できるかという中で、今回境町の皆様のご好意と多大なるご支援によりまして、このような形で素晴らしい環境で強化事業ができるということで、大変感謝を申し上げる次第でございます。境町の皆様のご期待に応えられるように成果を出したいと思っております。チームも絶対勝って金メダル取れるように、この合宿でまずチーム力と個人力っていうのをもっと上げていって、レベルアップしていけたらいいかなと思っています。たくさんの人に勇気とか感動を与えられるように、今回の合宿もみんなで頑張ってやっていきたいと思っています。新しいことも挑戦していって、メダルをしっかり全員で勝ち取れるように、もう一日一日頑張るしかないと思うので、もうまずこの合宿をしっかり頑張っていく。